先生おすすめの動きを教えてください。はい。本当はここで暴れたいとこなんだけど。きついの大好き。はい、オッケー。そんな感じ。本当にね、私も楽しく受けさせていただいたその中村先生の産前産後のそういう妊婦さんでママたちとたくさんその、ね、23年間で関わってきたと思うんですね、うん、やっぱりこういう悩みが一番多いよねとか、なんか妊婦さんだったらこういう悩みが絶対起きるとか、産後はこういうトレーニングをした方が効くよとか、なんかそういうのを3つぐらいちょっと、うん、レッスン料お支払いしないといけないなと思うんですけどちょっとずうずうしくも YouTube の方で、この後先生に教えてもらおうかなと思います。OK です、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけで先生おすすめの動きを教えてください。はい、本当はここで暴れたいとこなんだけどちょっとおとなしく、はい、妊娠出産が伴うと脂肪がつく。脂肪が一番つきやすいのはお腹を守るために、お尻、下っ腹、内もも、母乳を守るためにこの辺、この辺と脂肪がつきやすい。そう、守るためなんですって、うん、守るためなのよ、脂肪大事だから内ももに脂肪がつくとどうしても膝に負担がかかりやすい。というわけでプリエ、バレエの方はお分かりの、はい、バレエの3番です。3本、そうね、土踏まずのところにかかとが来る感じで、これで下からふっとお膝を曲げると下からチャックを閉めるみたいにギュー、閉まった閉まった閉まった、ここの間見えない見えない、ギュッ、はい、それでまたまたはーから下からチャック閉めてギューってと、ほらお尻も閉まるし骨盤底筋群も閉まる。例えば本当にね、産後間もないお母さんが赤ちゃん抱っこして寝かしつけてる、寝かしつけてまだ寝ないまだ寝ないまだ寝ないってイライラしないで、私はトレーニング中と思いながら優しい気持ちでヒュッ閉まった閉まった閉まりました。それを何回もやる。反対もね、反対もね、ね、内もも骨盤を締めるトレーニングがそれ。はい、なるほど、はい、2個目です。2個目です。お腹に脂肪がたまりました。一番悪いのは何だと思いますか？一番悪い、はい、もう答え言っちゃいます。はい、何でしょう。はい、姿勢です。姿勢、どうしてもお子さんと接してる限りはこうなる。肩関節が前に行っちゃうと当然ここには脂肪がたまる、肋骨が下がっちゃうからね。なんで肩関節をぐっと引き上げたり、うん、これが大事、はい、姿勢を良くしてくれる、はい、筋肉を使いつつ1個だけじゃつまんないから二の腕もいきます。さっきお話した二の腕、はい、はい、じゃあいきますよ。はい、頭上から、私ちょっと斜め抜きます。肘、肩より後ろ、上からもう1回なんかパワー的な感じでグーしよう。そう、2回やったら今度下にして、体の幅、体の幅で肘を伸ばしきってギュッギュッギュッ、いいよね。はい、上から、はい、ギュッ、ほい、ギュッ、ほい、ギュッ、ギュッ、ギュッ、ほい、後ろ、絶対肩より後ろね、後ろ、はい、ほい、ギュッ、ギュッ、ギュッ、そう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 、これをまあ、たった10セットやると、結構効きます。街でこうすごい素敵なお母さん見かけるんだけど、でもやっぱり肩関節前行ってるなと思うのね。気がたまっちゃうんだ。それをなんとか。わかりました。これが2つ目。2つ目。最後は、はい、さ、お腹。お腹。お腹へこましたよね。本当になくならないんですけど、なんか一人目の時はね、結構頑張ってくって、筋肉ついたんですよ。うん、お腹出せる、ね、レッスンに着れるぐらい前になったんですけど、うん、なんかやっぱ2人目以降、うん、本当に落ちない先生、どうしよう。そうなんだよね。やっぱりこう下っ腹だよね。どうしても。気になります。うん。最後。3つ目お願いします。最初手後ろについていただいて、はい、で膝を曲げ伸ばし。これだけで今下っ腹使えてるから、で曲げ伸ばしでこう、はい、曲げ伸ばし、これ下っ腹。おい、そしたらこれで手腰に当ててみよう、できた。ちょっと難しいよ。はい、はい、曲げ伸ばし。はい、曲げ伸ばし、バランス難しいよ先生。そう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 、軸も大変、軸も使え
腹筋も使えし、あとたった3回ね。すごいニコニコしちゃった2回ね。きついの大好き。全然ニコニコしてる。はい、オッケー。そんな感じ。ね。元気そうですね。はい。もうほんと幸せなの。ごめん。あれより動く派。中村先生のよくあるね、3年産後の悩みを解消するフィットネスの動きを3ポイント教えていただきました。大変楽しくフィットネスさせていただいた中村フィットネススタジオ、そちらの公式ホームページの URL は説明した概要欄の方に貼っておくので、ぜひね、可愛らしいベビーちゃんのね、雰囲気とかスタジオの様子とかもわかるお写真なども上がってますので、ぜひそちらをご覧ください。ね、見てください。はい。あとですね、先生、あれ ?YouTube 先生もやってるんですか？そうそうそう。知らなかったんですけど。はい、お料理してます。あ、お料理チャンネル？そう、去年のね、コロナで本当に自粛で何にもすることない時期に、やっぱり体にいいことっていうことで薬膳料理の薬膳コーディネーターの資格を取らせていただきました、また体に良さそうなチャンネル、そうそうそう、もう身近なものでっていうことで、はい、私と私の姉と一緒に YouTube やってるので、はい、ぜひ覗きに来てください。はい、じゃあそちらの方も、こちらに URL ピュンって載せてるのと、はい、飛ばしております。はい、あとはもちろん説明した概要欄の方にもそちらの YouTube チャンネル貼っておきますので、ぜひ気になった方はね、運動と薬膳でぜひ健康な体を手に入れてください。じゃあ先生、今日はどうもありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。はい、中村先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。